あなたの悩みを解決します。本のソムリエ「本のソムリエチャンネルナビゲーターの淳」ですあなたはこんな悩みを抱えていませんか子育てや家事に忙しくてまとまった時間が取れないけれどもプラスのお小遣いが欲しいなぁとか普段の給料だけではなくちょっとした副収入があったらいいなぁとか暇つぶしにスマホをいじっている時間を もっと有効に活用したいなぁ、なんてことを。そんなあなたに向けてお送りする、本日のおすすめ本は、山口智子さんの、忙しい主婦でもできる、スマホで月8万円を得る方法です。友達との連絡のやり取りや、情報収集、ちょっとした時間つぶしにと、現代人になくてはならないもの、スマホ。子育て中だったり、家事に勤しんでいたりで、 何かと忙しいとは言いながらも、一日の中で数分から数時間はスマホに触ってる時間があるのではないでしょうか。その時間がすべて無駄とは言いませんが、もう少し生産的なことに使えたら楽になるのに、なんて思いませんか。ポケモン GO をやってる時間だとか、ママ友と,と LINE でエンドレスな会話をしている時間だとか、そんな時間をお小遣い稼ぎの時間にできたら、今よりも生活に余裕が生まれて、 嬉しいですよね。もちろんこれは主婦だけの話ではなくて、行き帰りの通勤電車内で、ポケモン GO や、パズドラやってるサラリーマンにも、嬉しいのではないでしょうか。そこで、今回紹介する山口智子さんの本、忙しい主婦でもできる。スマホで月8万円を得る方法の登場です。この本では、忙しい主婦だけでなく、忙しいサラリーマンにもできる。 数々ののお小遣いい稼ぎの方法を紹介しています。それぞれの登録の仕方から投稿の方法まで書かれているのでこれ一冊ですぐにお小遣い稼ぎが始められるようになっています是非何か一つ始めてみてくださいあなたも山口智子さんの忙しい主婦でもできるスマホで月8万円を得る方法を読んであなたの悩みを解決しましょう この本について、もっと詳しく知りたい方は、本のソムリエをクリックして、リンク先のブログをご覧ください。